どうも、エミです。それでは決戦3続きをやっていきます。前回は松平元康を倒したところで終了です。で、今回は山口今川軍を撃退戦しに行きます。よし、山口か。よし、目標は決まった。これより出陣する。はあ、よう、お殿さん、これから戦に行くんだろ。なあ、これ便利だぜ。土台一つ買うか、そんなもん。邪魔だな、どけ。ほら、なあ、お殿さんってやめろって。そんな舐めやがって。あふい、あふい、ちふり、ろはり、くそ、はい、あら、こいつは面白い。よし、全部くれ。え、こりゃありがてえ。ついでにおいらも飯抱えちゃどうだい。さっきの陶器郎、陶器治療ちゃうか。多分そうやね。これより軍議を始める。物見の報告によりますれば、現在の状況はこのようだ。この戦、敵の総大将山口左馬之助を倒せば我らの勝ち。山口左馬之助はこの辺りに陣を敷いております。信長様に私の武芸の腕前お見せするわ。殿、こたびの夫人どのようにいたしまするか。よし、じゃあ夫人、小頭、おお、で、ルートはこうか。え、こう行く感じか。でもこっちが怪しいよね。これは一回真ん中行かすか。機長さんやる気あったら機長さん行かすか。機長さん、ああ、やる気がないな。長秀さん行かすか。あ、三人なんだ。あ、じゃあこれでいいか。上限は激派生。よし、開始。この夫人ならば心置きなく戦えましょうな。よし、軍議はこれまでだ。お互いを受け出陣する。はあ、松代までの恥を残すな。続けー。一回ここなんかあんのかな。一回行かそっか。よし、進もう。あ、かっぱにある。よし、あ、やっぱりいた。状態が勝てるかね。あ、そうだ、機長さん更新
積極的にしよう。よし、陣馬一体となって進め。ざけんなって、俺らをこんなとこに呼び集め何かと思えばうつけに味方しろって。違うって、人を見る目には自信がある。信長様の瞳は尋常じゃねえ、ありゃ必ず天下を取る。家来になりゃ出世間違いなしなんだって。天下か、バカじゃねえの。ああ、オイラとあんたの仲だろ。そもそもこれができたのだってオイラのおかげじゃねえか。それに銭貸してたよな。な、ハチスカとおさ、ちょこっと貸してくれるだけでいいんだ。やめろって。やなら絶好だ。銭も今すぐ返してもらう。ちょっと待って。わかった。なんか後で援軍来てくれんのかな。ここになんかある。茶壺。うわ、やばい。そうか、これを切り替えていかないといけないゲームになるのな。ちょっと信長を、あ、違う違う、信長を U ターン。で、機長を操るか。あ、機長さん、勝っとって。今日も見事に敗れるとは。さすが、やる気満々やったもんね。米で回復させて、信長とぶつかる。今度は逆だわ。また間違えた。機長さんを委任させて、こっち行って、で、信長を、そうそう。援軍呼ばんでもだいぶやった。よし。で、機長さんを、まあ、こっちどっちみち行かなあかんのか。これで行こう。とりあえず合流地点だな、あそこが。なんかあるのかな。なんかある。天下一の大器物、木下十吉郎、ただいま、あ、かっこよく参上。あ、って、あら、大将、大丈夫か。戦できねえぞ。天下一の大器物、木下十吉郎、ただいま、あ、かっこよく参上。なんよう分からんけど、あ、来た来た来た、あっちから来てる。これは操作できるんやったっけ。あ、勝手になってる。あ、これいいわ。回復薬やったあれ。今取ったらもったいないな。さあ、突撃。よいしょ。
よし、あ、貴重部隊も取ってきたね。うん、よし、行こう。あれ邪魔だわ。先行こうぜ。そこを任した。うお。こっち倒そう。これは邪魔だ。マグハチや。邪魔しよってからね。よし。よし、あともうちょっと。わしが劣るということか。陶器次郎を助けに行こうか。機長さんたちちょっとそこで、いや一緒に連れていくか。よし行こう。さあ援軍援軍。被害甚大です。あ、秀吉がやられた。天下一の大気物を食いてたのか。 あれで操作せなあかんかったのかな。まあいっか。よし終わった。最高。んで、この子今一人だから、これでコロクを軍団、あ、同盟軍は無理なんだ。じゃあ基調目標で、これを組む目標。よし行こう。全員で突撃やね。しまったな、同盟軍は操作できんかったんだ。先に行ったったらよかった。闘技場さん、大気物王って自分で言ってたのに。それでやられたせいはないわな。よし、攻撃力ある。勝利を引き寄せよ。よし、ちょっと止まった。さすがに立てるだろ。今側に走るとはな。敵となった以上容赦はせんぞ。負けたのか。このままじゃ暴れ足りんぞ。よし、あともうちょっと。OK。一旦崩れると脆いものよな。敵は総崩れだ。勝ち時を上げよう。よし、全部倒した。ただ陶器城さえな、問題は。
かっこいいな。まあいいか。猿。猿。手の込んだ芝居打ったな。ちぃ、お見通しか。ごめんと。こいつに近づいたんも、アキンドに化けたんも、全部信長様に使いたかったからさ。いや、おい、ほんとかい。お前ふざけんない。だいたい俺は信長なんだ。昔からすごいと思っておりやし。まったく。猿、戦いは勝たなきゃ意味がない。だろ？どうだ？この俺と勝って勝って勝ちまくってみるか。おいらとかい？やっと！やっほー！おいらついてくる！とことんやる！絶対やる！勝って勝って勝ちまくるぜ！うん、仲間になった。信長が尾張統一を終えようとしていた頃、隣国の今川義元が大軍を発した。都に上り政治の実権を握らんとしたのである。今川の兵力は織田の10倍、尾張織田家が簡単に揉み潰されるであろうことは誰の目にも明らかだった。ご中心、今川軍先鋒すでに岡崎城に入りました。何？殿、ここはまるで鷲津を領域に堂々打って出るべし。いや、それは無謀というもの。なんだよ芋侍。ここは守りに徹するべき。しかり籠城して敵の兵糧尽きるを待つ。それしかない。籠城しても数日が限界。布陣して戦っても玉砕あるのみ。さてどうする。ならばいっそ今川に下り時節を待つというのはいかがか。それがいいかもしれんな。俺たちはあまりによく数も少ない。分つけるとき知恵の鏡も曇るのか。いよいよ桶狭間かな。皆揃ったか。一同大義。では表情を始める。殿、現在の情勢はこのようになっておりまする。うん、いよいよ桶狭間やね。じゃあ今回はここまでにします。はい。それでは皆さん、ではでは。